い声が出したいか、高い声が出したいやつは最後まで見とけ、高評価押せ、チャンネル登録しろ。はい、皆さんおはようございます、白田です。やいということで、本日は高い声が出る方法、声が出る方法。もう本当にさ、皆様はさ、てかちょっと聞いて、ここさ、ここぶつけたの、なんかボーンって扉にぶつけちゃって、本当なんか赤組のシャンクスっていう感じで、本当私は四皇ですかっていうような気持ちで今ね、この動画を撮っているんですけれども、まあ、高い声が出る方法ですね。高い声が出る銃の方法とか、タピオカハイトモンとか、まあ、ね、こうなんかいろんなね、動画出してはいるんですけれども、まあ、ね、皆様のね、お悩みをね、解決しきれてないと。だからさ、私はさ、高い声出したいんだったら早くボイストレーナーの元で習いに行けってずっと言ってるんですけど、それをさ、それを言ったらさ、友達からさ、お前何言ってるみたいな、お前の使命は YouTube でそういう人たちを救うことでしょみたいな、お前は今までそういう歌い方とかそういうのでさ、そうやってやってきたから登録者が 何万人もいてくれるのに、何お前さそんな誰でも言えるようなこと言ってんだよバカ野郎って言われちゃって、ああ確かに本当にその通りですねって言って、そんなこと言っても難しいんだもん。でも必死に考えました、この天才的な頭脳、天才的な頭脳、本当になんか矢神ライト張りの頭脳を駆使して、どうにかね、こうなるべく確実に安全に、まあ、危険が伴うんですよ。なんか、毒牙でのボイトレって結構。そう。で、適当なこと言ったらさ、他の同業者に怒られちゃったりとかするからさ、まあ、適当なこと言わないですけど、別に。そう。なんで、なるべくそういう方法で、今回は、ご提案できそうなので、喜んでください。はい。で、まず、今回は、主に2つの章に分かれております。1個目が、これちゃんと聞いて、これちゃんと聞いての重要だから、まず重要だから。なんで、独学でボイトレが難しいのかっていう理由についてちゃんと説明します。2個目。じゃあ、どうやったら高い声が出るのか。これね、これマジ、当たり前のようで革命的なこと言うので、まぁ、ちょっと皆さん、聞いててください。はい、というわけで本日も行ってみましょう。シラスタです。どうぞ。まずは、独学で、なぜ発声の練習が難しいか。歌は上手くなるのよ、独学でもいくらでも。なんだけど、発声の練習っていうのはすごく難しくて、なぜかを、まずお伝えします。まずですね、発声っていうのは、それぞれさ、抱えてる問題が違うわけ。この人はさ、なんかこう、なんだろう、まあ、ざっくりね、息が多く出ちゃうとか、喉を締めすぎとか、体が使えてないとか、口の使い方が悪いとか、母音が悪いとか、体調が悪いとか、そもそも声帯に何か問題があるとか、まあ、いろんなさ、問題がある可能性があるんですけど、私がさ、まあ、私というか、まあ、ボイストレーナーみんなだと思うんですけど、こうさ、会ってもない、声も聞いたこともない、歌も聞いたこともない人の、に対して、正確なさ、薬を投げられないわけですよ。わかりますか？なんか、ルルアタックゴールドを投げればいいのか、バファリンを上げればいいのか、なんか、ハレナースを上げればいいのか、なんかバンデリンを上げればいいのか、湿布を上げればいいのか、包帯を上げればいいのか、わかんないわけよ。わかんない中でこうさ、動画でさ、これをすれば OK ですっていうのが出せないっていう状態なわけね。なんとなく想像できましたか？皆様のね、抱えてる問題がわかんない中で、こう、すべての問題に対して、まあ、仮にね、こうすべての問題に対して動画を作ったとして、ね、まあ、今200個ぐらい作ったとしましょうよ。じゃあ皆さんが、自分がどの症状に当てはまるか診断できますかって話なんです。だってさ、ボイストレーナーでさえさ、その診断はさ、ちょっといろいろ試しながらさ、当てていくことが多いんですけど、皆さんがさ、診断できないじゃないですか。わかりますか？この状況ってめちゃめちゃ難しくて、だからもう私はもう独学でやるのは無理だなって思ってたんですけど、あなたの周り、私の周りにも独学で歌が上手くなったっていう化け物みたいなやつらがたくさんいるわけですよ。で、その人たちがどうやって上手くなったか、皆さんが独学で上手くなるためにはどうしたらいいかっていうね、一番ね、太い道筋を、まあ、今日は考えて、これだったらいけるんじゃないのと思ってるので、次の章でお話します。どうぞ、おしらさん。皆さんさ、こういう経験はありませんか？なんかわかんないけど、この曲歌ってると高い声出やすいとか、なんかわかんないけど、この曲歌ってると高い声出にくいとか、あったことありませんか？で、それって何が起きてるかっていうと、みんな自然とある程度アーティストの真似をするわけよ。で、アーティストの原曲の声が残ってるから、なんとなくね、声がそっちに引っ張られるわけ。だから、真似をした時に、その自分の声との足し算、割る2で、ちょうどいいところに落ち着くと思うんですけど、その落ち着いたところがすごくいい発声な可能性があるわけよ。逆に、そのアーティストの真似をすることで、よりこうなんか悪い方に引っ張られちゃう時もあると思うわけ。で、まあ、例えばなんですけど、私、すごく苦手なアーティストがいて、それはヒゲダン。ヒゲダンの藤原さんの声。で、これ、嫌いとか好きとかそういう次元じゃなくて、真似するとね、真似しようとするとね、どん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 喉閉まってくるの。喉閉まって高い声が出づらくなってくるのね。あとは、ブルーノ・マーズとか、エメさんとか、トリプル A ・ニッシーとか、アーティストさん、このゾーンの方々です。このゾーンの方々ね。このゾーン、ちょっと息っぽいハイトーンをお持ちの方々のゾーン。これね、ほんとに苦手で、なんかちょっとでもね、こいつと近づけようとすると、どん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 、ね、私のブーってなってくるわけね。なんで、ムーバーイとかっていうのも、なるべくね、藤原さんから遠ざけないと、プリテンダーとかも歌えないわけ。だから私の歌ってみたプリテンダーはあんな感じになっちゃってるの、残念。そう。で、逆に、
このゾーン、このゾーンの人ね、真似すると俺結構高い声出るんですよ。C&K、クリビーさん、キングヌー、井口さん、ミセス大森さん、スティービーワンダー、ビーズ、シミショー、シミショーとか急に呼び捨てしちゃってごめんなさい。まあ、スキマスイッチ、大橋さん、リサさん、ミーシャ、米津さん。まあ、特に私は、スティービーワンダーと、シミショートさん。これをね、真似したら結構ね、高い声が出るようになったんです。で、これ人によって違うからね。で、私、スティービーワンダー、アイウィッシュって曲でめちゃめちゃ高い声が急に出るようになったんですけど、When I was a little nappy headed boy ってこれさ、ファのシャープから始まって、ファのシャープ、ソのシャープ、ファのシャープっていう曲なんですけど、中学生とか高校生の時に出なかったのに、この曲ね、さらっと出たんですよ。で、清水翔太さんとかもさらっと高い声が出たので、これなんてかっていうと、私の悪い癖と、それを真似した時、清水翔太さんとか、あなたばのか、あなたばの、こんな感じの歌い方するじゃないですか、実は。結構特徴的じゃないですか。で、ミセスの大森さんとかもさ、The last one I'm me, but I know, I'm done it, こういう感じの声で歌ったりするじゃん。スティービー・ワンダーもさ、OK, back up, みたいな声出すじゃないですか。それと私の声の足し算かけ割る2がすごく相性が良かったね。そう。って感じで皆さんもでも経験あるでしょ。なので、真似したら高い声出るなってアーティストを見つけることが、あなたが独学で、高い声を出すハイトーンをゲットするミックスボイスを手に入れる、まあ、ミックスボイスっていう単語ほんと嫌いなんですけど、ミックスボイスを手に入れる第一歩目になる可能性が高いです。で、逆に玉木浩二さんが好きだとしても、玉木浩二さんの真似するとだんだん声が苦しくなるとかだったら、一旦で練習はやめといた方がいいですよ。後回しにした方がいいです。そう、逆に久保田俊信さんの真似をして高い声が出るんだったら、もうね、いっぱい歌った方がいいよ、久保田さんの真似。それがね、自分との発声の相性の中ですごくね、いい可能性があるから。そうなんです。真似して、で、さらに自分が声を出しやすいと思ったアーティストの真似をすることが大切です。そうやって喉がどん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 進化して自由になっていく可能性が高いです。で、紹介してない残り2つ紹介していきましょう。スタンダードゾーン、スタンダードな、ハイトーンを持ちの方、すごく、まあ、バランスのいい方々ですよ。ノーブラの竹中さん、ミーシャちょっとね、口の奥の空間狭めゾーンにもいるんですけど、まあ、ちょっといろ、どっちの出し方もします。ミーシャ、久保田さん、スーパーフライ、スピッツ草野さん、アリアナグランデ、小田和正さん、キングの井口さん、キングの井口さんもどっちにもいるんですけど、C&K、キーンさんね。で、これはスタンダードなゾーンでございます。で、お手本のような発声だと思うので、まず、ね、ここを、まあ、徹底的に真似すると、それだけで高い声出る可能性が一番高いかなと思うゾーンです。で、次、重めゾーン、重めのハイトーン、結構迫力のあるハイトーンを持ってる人ね。スミカの片岡さん、 AI、 愛、ジョーバチ、アブちゃん、まあ、アブちゃんちょっと裏声も使うんで、ちょっとあの地声の部分の話ね。で、玉木さん、あやか、小袋黒田さん、アギレラ、星野源さん、和田アキ子さん、まず、なんとなく想像できますか？まあ、比較的こうなんか、ちょ、重めの、あの、軽やかなハイトーンというよりは、結構、って、なんか、なんだろう、迫力ある感じの声ですね。で、これは、女性とかがね、真似するときも、女性のさ、なんかちょっと裏声しか出なくて、もっと声量が欲しいとかっていう人は、重めの人を真似すると、もしかしたら、ドーンとね、声量がアップして高い声もね、迫力があって出るようになるかもしれません。はい。で、一応さ、皆さん自己診断はできないと思うんですけど、自分の声が重いなと思ったら、スタンダードもしくは、口の奥、空間狭めゾーンの方々のモノマネをしてみるといいんじゃないかなと、なんとなく思っております。ちょっと全然別のパターンもあるので、自己診断間違ってる可能性もあるし、まあ、傾向としてね、と思います。で、口の奥、空間狭めだな、私、普段と思ってる人は、スタンダードゾーン、もしくは重めゾーンを、こう真似するといいと思います。で、私みたいな若干息っぽい、で、そもそも私は息っぽい数ちょっと重めだと思ってるんですけど、息っぽい人は口の奥の空間狭めゾーンの人、このゾーンですね、このゾーンを真似してみるといいと思います。で、スタンダードゾーンの人はね、ちょっとね、スタンダードはね、ちょっと幅が広すぎて難しいんですけど、比較的口の奥の空間狭め、もしくは重め、まあ、どっちか、まあ、口の奥の空間狭めがいいかな、の人たちのモノマネから手にやってみると、もう、ね、自分で分かった方、自分で分かってる人はいいですよ。自分でこの誰のモノマネしたらええねんってなったら、このゾーンあたりからちょっとピックアップしてやってみてもらうといいかなって思います。そうなんです。というわけで、自分と逆のところにあるアーティストのモノマネをすることで発声のバランスを整えちゃおうっていうような作戦でございました。で、判断するとき気をつけて、声がいつもより音域が広がってるかどうか、広がってるかどうかね。で、喉の負担が明らかに減ってるか、なんか喉苦しいとか、痛いとか、なんか筋肉張っちゃうとか、そういうのがあったら、そのモノマネ失敗してる可能性の方が高いんで、他の人にチャレンジしてみてもらうといいと思います。で、皆さん得意な人一人見つけてください。一アーティスト見つけたら、だんだんね、そっからね、こう、得意を広げていけると思うので、で、かつさ、スティービー・ワンダーが得意と私が言っても、スティービー・ワンダーの曲全部が得意なわけじゃないの。なんか For Your Love とか、 For Your Love とか知らないかもしれない。 For Your Love
do anything とか、あ、ちょっと出やすいかも。とかさ、あの曲によって出づらいとかあると思うんですね。いくらさ、大森さんの声が相性がいいからといって、僕のことは歌えないとかさ、あの、そういうのあるじゃないですか。なんで、そこら辺はさ、あの、皆さんちょっと応用を聞かせて、自分の得意な人をこうやって見つけていけるといいと思います。で、これ、根本の解決にはならないので、得意な人も変わっていく可能性もあると思うし、こうね、柔軟に何人かのこう、モノマネをしながら自分の声を育てていくって、ちょっとね、あの、気長にやってみてもらうといいと思います。で、ハマる人は一発でハマっちゃうと思うので、それはおめでとうございます。本当に運が良かったですね。というところで、おしらからの高い声がどうやったら出るか、独学でどうやったら出せるか、なるべく安全かつ確実にというような、ご提案でございました。いかがだったでしょうか。まあ、試した結果などは、コメント欄に試して、これ見つかったよ。俺は、スキマスイッチの大橋さんが良かっただ、リサが良かっただ、ニッシーの真似したら高い声が出るだ。あの、皆様のね、こう、なんかご報告をお待ちしております。はい、というわけで、本日もありがとうございました。SNS のフォロー、チャンネル登録など、ぜひしていってください。ありがとうございます。バイバーイ。みんなで高い声出そうねー。ワオ